そうですね。日本ハムのやっぱりタミヤ選手かなと思いますね。いやまあ、キャッチャーとしてに言うと、まだまだ伸びしろっていうのは十分あると思うんですけど、まあ、バッティングがとにかく柔らかいですよね。今、パ・リーグでは打率2位につけてるっていうのももちろんあるんですけど、本物だなっていう感じはしますよね。とにかく、さっきも言いましたけど、柔らかいっていうのが、とにかくコースに逆らわずに打てるっていうところも素晴らしいんですけど、とにかくバットコントロールがいいので、見ててね、なんかこう打たれそうだなっていう感じがすごくあるんですよね。インコースに来たら引っ張る力もありますし、反対方向に打つ力っていうのもあるので、すごく率が残せそうなタイプのバッターだなっていうのはあるので、で、意外とスピードもありますし、キャッチャーなんですけど意外とスピードもあるっていうことで、ちょっとこの選手は本当にこれからね、日本ハムの中心選手になっていく逸材だなっていうのは、ここまで見てても感じます。広島の矢野選手ですね。いやもうとにかくこの守備力は半端じゃないですよね。もちろんショートというポジションがメインではあるんですけど、同じようにセカンドやってもサードやってもダントツの守備力を誇れるというか、まあピッチャーからすると彼が守ってくれてれば安心だなっていう、それぐらいの信頼度がある選手では去年からあったんですけど、そこに今年はね、バッティングの力もすごくつけてて、打率自体はね、まだそこまでではないんですけど、とはいえやっぱりしぶとさであったり、ここぞという時のバッティングっていうのは素晴らしいなと思いますし、実は盗塁もね、今現状9つしてて、近本選手とこう争ってるというところを見ると、まあ、ある意味もうカープの中で欠かせない選手になりつつあるなっていうところで、もう守備で見せられる選手ってなかなかね、今、数少なくなってきてる中で、まあ、そのうちの一人かなということで、彼に注目してますね。中日ドラゴンズの田中幹也選手ですね。彼もその守備力ですよね。昨年、肩を手術して、右肩どうなのかなと思う中で今年スタートしたと思うんですけど、まあ、この守備範囲と、その肩を手術した、なんかそういうのは全く見せないというかね、スローイングもしっかりしてますし、あとやっぱりバッティングもやっぱりしぶといんですよね、いやらしさがあるというか、僕ら世代に一緒に戦ってた荒木井端さん、この荒井場コンビですよね、を彷彿とさせるこの守備力というんですかね、あといやらしさというか、それを兼ね備えた選手だと思いますので、まあ、彼が守ってくれるだけでもすごく大きいと思いますのでね、田中選手にはちょっと今後期待したいなっていう中で、この矢野、田中っていうこの2人は、私の後輩でもありますので。アジア大学、ちょっと期待したいなと思いますね。オリックスの太田選手ですね。もうとにかく彼は、まあ、もともとね、そのバッティングのその技術というか、柔らかさっていうのは兼ね備えてた選手だったので、近い将来間違いなく出てくるだろうなと思ってたんですけど、特にやっぱ今年ちょっとすごくこう本領発揮してるというか、もともとやっぱりインコースのさばき方が右バッターの中でも結構上位に出るぐらいうまかったんですよね。ジャイアンツの坂本選手とか、もともとソフトバンクにもいた内川選手とか、インコースのさばき方っていうのをすごくうまい選手っていうのが過去にもいたんですけど、彼のそのインコース打ちっていうのが非常に僕は好きで、インコースなのに右方向にうまく打ったりとかもできるっていうね、この懐の深さ、柔らかさっていうのを持ってて、まあ、それが結果的に今、この打率、3割近い打率を残せてるところなのかなと思いますし、何よりもこの打点も多いんですよね。勝負どころでのこのバッティングっていうのが非常に光ってるので、オリックスもね、4連覇かかってますけど、彼がしっかりこう頑張ってくれると、後半多分オリックス上がってくるんじゃないかなっていうのはすごく感じるので、その中心にいるのが今、太田選手かなとは思いますけどね。千葉ロッテの小川選手ですね。彼はどちらかというと僕が好むタイプというんですかね。なんかやらしいバッターだなっていうね、しつこいんですよね。長打とかそういうのが多いバッターではないんですけど、ファールで粘りつつ球数を投げさせ、フォアボールを取るでいうと、まあ、今年も含めてですけど、来年以降、もう守備力もね、非常にある選手なので、このやらしさをこう彼の持ち味としてやっていければ、もっともっと出塁率も上がってくると思いますし、阪神戦で
6出塁っていうのがありましたけど、このやっぱりやらしさっていうのはね、相手に与える脅威っていうのは非常に大きいと思うので、ちょっとこのやらしさを買って、今回ちょっと期待の若手として選ばせていただきましたね。はい、もうこれはね、日本ハムの水谷選手ですね。こんな逸材がいたのかと。正直、ソフトバンクにいた時は、全くと言っていったら水谷選手に失礼ですけど、全くもって僕は正直知らなかったぐらい、名前はね、もちろん知ってましたけど、そのどれぐらいの選手なのかっていうのは、あまり知られてなかったんですよね、僕の中でも。っていう中で、まあ、本当に日本ハムに行って、これだけ開花する選手っているんだなって思うぐらい、交流戦でね、あわや5割打つんじゃないかっていうぐらいの活躍をしてて、まあ、とにかく体が大きいんでね、まずね。そのバッティングでいうと、そのホームランバッターなのかなって正直思ってたんですけど、すごく柔らかいんですよね。柔らかいですし、広角に打てるっていうね、すごくこう魅力、だから長打力ももちろんあるんですけど、右方向にもうまく打ったりできるので、非常に率が残せそうなバッターなんですよ。で、あとなおかつ、かなりの超積極的バッターっていうことで、もう早いカウントからどんどん甘い球を打っていくっていうね、スタイルなので。見ててワクワクさせられる選手ですよね。だから今後ちょっと本当にどれぐらいまで成長してくれるのかっていうのが楽しみな選手ですね。はい、阪神の前川選手ですね。まあ、本当にこうやって阪神の選手の名前を出せるのが非常に嬉しいことではあるんですけど、まあね、僕として見ればね、もう本当に左ピッチャーでもね、どん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 使ってほしいなって思うぐらい。まだ高卒3年目なんですよね。3年目でここまでね。まあ去年もね、終盤に1軍でチャンスをもらったりはしてましたけど、とにかくまず彼の良さっていうのは、積極的にもいけるんですけど、追い込まれてからが非常に強いんですよね。そう簡単に三振しないっていうんですかね。だからやっぱその初球から積極的にもいける反面、追い込まれてからでもなんとかできるっていうのは、もうすでにね、一軍でバッティングの技術として対応できるところまで来てると思うんですよ。だからもう本当に阪神のこれからの次世代を担うというか、もうある意味、今年のシーズン、残りのシーズンでしっかりレギュラーを取れるかどうかっていうところまで来てる選手だと思いますので、もちろん課題はね、守備であったり、走塁であったり、その打つこと以外の部分ではまだまだ課題が多い選手ではあるんですけど、この柔らかさと積極性と追い込まれてからの粘りっていうのは、もう一流バッターの一つね、必要条件としてはもう十分クリアできてるんじゃないかなと思いますので、本当に前川選手も今後は楽しみですよね。ヤクルトの丸山選手ですね。本当に彼は、昨年もね、どちらかというと、そのバッティングというよりは、守備固めとかが非常に多くて、守りに関してはね、非常に安定しているものを持ってた選手だったんですよね。で、バッティングもでも今年はもう本当に、ここまでバッティング良かったんだなっていう、まあ多分ね、ある意味チームに青木選手というね、偉大な先輩がいて、まあ、バッティングというものをすごくこう見て学ぶべきところっていうのが多い選手が身近にいてくれたことっていうのは非常に大きいと思うんですけど、まあここまでね、まあほぼほぼこう、試合にほぼ出てる中で、一時、もっと打率も高かったですし、ちょっとね、フェンスに激突して、2度ほどね、大きな怪我にまではいかなかったんですけど、ちょっとそのあたりから、ちょっと打率自体が落ちてはきてるんですけど、その中でもやっぱりこの出塁率がめちゃくちゃ高いんですよね。しっかりこうボールを選べる、打率を残しつつ選べるところの技術っていうのもあるので。まあ、ヤクルトでいうと、本当にさっきも出しましたけど、こう青木選手がずっとこう日本で活躍してた時に、やっぱ3割当たり前のように打つバッターでしたけど、守備力も含めてね、後半、かなりだからヤクルトのこう上位進出のキーマンを握ってるのは丸山選手かなと思うぐらいの選手ですよね。DeNA の渡来選手ですね。まあ、本当にルーキーではあるんですけど、まあ、期待通りというかね、まあまあ、開幕していいスタートを切って、ちょっとね、こう調整、まあちょっと調子を落として2軍に行く時期もあったんですけど、この上がってきてからのこの成績、やっぱり彼のその本来の力というかね、
やっぱまあ社会人から来た選手なので、まあ、1年目からこうどこまで活躍できるかっていうところのレベル、まあ、本当に新人王候補筆頭ではあったんですけど、まあ、それに見合うここまでの活躍だとは思うんですよね。まあ、僕が見てる限り、やっぱり開幕してから、あ、この選手、やっぱりいい選手だなと思いながらも、やっぱ相手のそのマークっていうのがね、かなりあったと思うので、ちょっと苦しんだりはしたんですけど、開幕してからと、今のフォームっていうのが微妙にちょっと変わってて、まあ、この辺もちょっとしっかり研究したのかなっていう中で、どっしり感も出てきてますし、バットのその構えた時の角度をちょっと微妙に調整して変えてきてると思うんですよ。で、その辺のシーズン中にこう変える勇気っていうのもね、なかなか難しいものがあるんですけど、実際にそれをちょっと変えたことによって上がってきてからずっとタイムで打ってますしね、これを考えるとやっぱりそういう、なんだ、修正能力も高い選手なんだなっていうのはすごく感じますので、まあ、先ほど丸山選手がヤクルトの上位進出のキーマンだって言いましたけど、横浜のこう中でのキーマンはやっぱり度会選手かなと思いますね。